またハートだ。またハート出たぞ。どうなってんの、ルリちゃん。どんだけ俺に求婚してんの。求婚じゃないか。てか、赤ばっかりじゃん。色付きばっかり。まあいいや、イカじゃないや。スプラットンじゃねえ。ルリちゃん行こう、ルリちゃんね。いや、コメント欄の仕様が変わっててさ、ちょっと見てたら、昨日変わったのかな。さて、ドラク。こないだ話したメガネっ子写真集の編纂についての話だけど、おまだその続きやる。まだそんなこと言ってんのかよ。お前も懲りないやつだな。本当にな。当たり前だろ。俺はこないだの一件で確信したんだよ。メガネっ子の波は来るね、確実に。いや、わかるよ、メガネっ子の魅力もわかる。まあでも俺はどっちかっていうとノーメガネっ子の方が好きだけどね。そうか、俺にはさっぱりわからんが。やれやれ、メガネっ子の良さがわからないとは。メガネっ子写真集副編集長が聞いて呆れるよ。待て、ラクがいつ副編集長になった。勝手に役職を振るなっつうの。よし、そんな志の低いお前にはこの俺がメガネっ子の良さを特別に語ってやるぜ。いや、いいって。どっか落ち着いて話ができそうな場所は、そうだ、近くの神社にでも行こう。あそこなら誰にも気兼ねなくじっくり語れるしね。あれ、何この願いをおたまが聞き届けてみたいな。別にじっくり語ってもらう必要はねえよ。むしろ俺に気兼ねしてくれ。気兼ねしてくれっていうワードを初めて聞いた俺。まあまあ遠慮するなって。これも素晴らしい写真集を作ってルリちゃんにリベンジするためなんだ。何のリベンジだよ。さあ行こうぜ。ほんと呆れるくらいに強引なやつだな。で、神社行きます。こほん、まあ一口にメガネっ子萌えとは言っても俺も深く語れるほど極めたわけじゃないんだけどね。ついこの間までは俺だってメガネっ子には正直地味な印象しかなかったし、華やかなこの影に隠れがちになっちゃうっていうかさ。でもシュウも自分もメガネっ子だからね。シュウくん、ね、でもシュウ地味じゃないんだよね。やっぱ髪型とかかな。チャラいもん、なんか絶対チャラいもんね。世間にはメガネっ子に燃える小塚もいるようだけど、俺にはあんまりよくわかんないなって。このジャンルオンリーで写真集を作るのはさすがに冒険かなと二の足を踏んでいたわけだ。確かに需要がそこまであるかって言われたらどうなのかなってなっちゃうけど、マニアは絶対買うよね。そもそも校内の美少女写真集を作る時点で普通に二の足を踏みそうなもんだけどな。大丈夫、めっちゃ売れるから。それに関してはめっちゃ売れる。でもまあ校内のいろいろな女の子を撮影してみたり、ルリちゃんに殴り込みかけられたりしてるうちに思ったんだよね。何を。あれ、メガネっ子意外によくね。メガネっ子ラブ。パッと見クールなメガネっ子がうちに熱い一面を秘めてるとか最高じゃない。そのギャップに引きつけられない野郎はいないよ。それ主にルリちゃんでしょ。シュ完全にルリちゃんオンリーじゃん。いまいちピンとこねえけどな。そうかな。お前だって小野寺がメガネっ子だったら絶対その良さに気づくと思うぜ。ちょっと待てよ、妄想させてくれ。小野寺が赤縁メガネかな。いいねいいねいいよこれ。普段おとなしい小野寺がさ、メガネを外して言うんだよ。私の素顔を知ってるのは一条くんだけなんだよ。花沢さん帰ってきて。いやでも想像したら確かにいいぞな。ちょっとグッときただろう。あの二人だけでいる時の部屋で、うわー最高。いやまあ確かに魅力的なシーンだとは思うけどな。でもそれってメガネがいいっつうか、単に小野寺が可愛いだけのような気が。そうだな、やべえ、俺シュウに乗せられるとこだったぜ。小崎がどうしたって。なんでいるの。ルリちゃん。お、宮本、びっくりした。やっほー、ルリちゃん、どうしたの、一人でこんな人気のないところに。ちょっとここのお社の噂が気になってね。おっと、寄ってみたらあなたたちのバカ話が聞こえてきたというわけ。その噂っていうのは、まあ恋愛成就だよね。ああ、噂ってあのここの社でお願いすると願いが叶うとかそんなやつだっけ。そうよ、最近このお社ちょっとしたパワースポットとして有名になりつつあるみたいね。へえ、
そうだったのか。一人で願掛けに来ちゃうなんて、ルリちゃんも乙女なところあるんだね。違うわよ。噂を気にしてるのはあくまで小崎。私はただ下見に来ただけよ。ほう、なんか小崎ルートと若干つながってる部分もなきにしもあらずって感じ。小野寺の願掛けの下見に、なんだろう、気になるな。ふん、願い事ね。どうせお願いが叶うって言うなら、俺は一度みんなのメガネっ子姿が見てみたいもんだね。あれ、もしかしてこれ全員メガネっ子になっちゃうんじゃないの、これって。え、小野寺もそうだけど、桐崎さんやマリカちゃんのメガネ姿っていうのも想像するだけでなかなか良さげじゃない。あ、やばい、見れるんじゃねこれ。で、それをメガネっ子写真集のネタにするってわけか。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。そうそう、わかってるじゃない。はあ、まだそんなことを言っていたのね、舞子くん。一応言っとくけど、私の目の黒いうちはもう二度とあんなフラチな冊子は作らせないわよ。ちとげちゃんたちにも今のうちに、舞子くんに撮影頼まれても絶対に承諾しちゃダメって念を押しておくから。あくまで俺のメガネっ子どを阻もうというのか、ルリちゃん。知らないわよ、そんな旗迷惑な願望。そんなにメガネが好きなら神頼みでもすれば。さっきあなたが言った通りに。神様、みんなをメガネっ子にしてくださいとか。いいねそれ。ダメだ、終わった。いや、でもこの世界は割とありなんじゃないか。平和だよね、一応ね。そんなバカな願い事叶えてくれる神様なんているかよ。その願い聞き届けたり。え、どうしたの一条くん。そうか、楽には聞こえるんだこれが。いや、今何か聞こえなかったか。不吉なつぶやきが。おお、でもいいじゃん。でも待てよ、ゴールがなくねこれ。いつもは恋愛のあれだったからゴールがあったけど、で願いがなんか解けてみたいなね、なってたけど、今回なくね。いや、俺は何にも。聞き間違いじゃねえの。それにしてはどっかで聞いたような声の気もするんだが、どうにも嫌な予感が。嫌な予感ね。ま、これだけメガネメガネ連呼してる変態と友達付き合いしてれば、悪感を感じてもしょうがない気はするけど。ひどいな、ルリちゃん。あまりバカに関わっていてもしょうがないわね。早く帰ろうっと。行っちゃったよ。じゃあ俺たちも帰るとすっか、楽。あ、ああ、やっぱさっきの声どっかで。さあ来たよ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 。いいことをした後は気分が良いの。あの者たちの喜ぶ顔が目に浮かぶようじゃ。これで小崎ちゃんと千棘に会ったら、うわー、メガネでも絶対。え、まさか龍も。最近朝が冷えるようになってきたな。龍がインテリ龍になっちゃう。おーす、おめえら起きてるか。あ、坊ちゃん。おはようござい。おおおお、ぼぼぼぼぼぼ、坊ちゃん。ぼぼぼぼぼぼ、どうなすったんです。何が何が何が。どうしたって、何が。俺の顔になんかついてんのか。いや、ついてねえのが問題なんすよ。ぼちゃん、なんでメガネをかけてねえんです。あー、メガネがないと生きていけない。なんかメガネがパンツみたいな、そんな感じ。メガネ、あれ、そういやお前ら今朝は揃いも揃ってみんなメガネかけてんだな。うわー、問題がないとか思ってた俺がバカだった。問題ありまくりじゃねえかこれ。やめとけやめとけ、おめえらにはインテリ極道気取りは似合わねえよ。はあ、何言ってんすか坊ちゃん。人間人前に出るときはメガネをかけるもんでしょう。は、なんで、目も悪くねえのに。なんでって、それが普通だからに決まってるでしょうが。いくら俺らがお天道様に顔向けできねえ商売してるっつっても、さすがにメガネを外して歩くなんてできませんや。はあ、ほら坊ちゃんも寝ぼけてないで早くこのメガネをかけてください。あ、おい、何すんだよ勝手に。よし、これで大丈夫っすね。すごい、なんかバーチャルやってみたい。あ、
これ伊達メガネか。あ、伊達なの。そうっすよ坊ちゃん、くれぐれもノーメガネで投稿なんてしねえでくだせえよ。なんかすげえ世の中になっちまったな。たく、わけわかんねえな、竜のやつ一体何言ってんだ。いや、これ楽しみだな、結果が。おかしい、これは絶対おかしいぞ。すべての人類がメガネをつけている。うちの連中だけじゃねえ、通勤途中のサラリーマンも、談笑中の主婦も、小学生も老人も、みんながみんなメガネをかけてやがる。人間だけならまだしも、道端の銅像だとか、その辺の野良犬までメガネかけてるってのは一体どういう状況なんだ。まあ、銅像と野良犬、おかしいだろもう。おはよう、アナくん。ちとげが赤縁メガネ、あ、似合うじゃん。いいよいいよいいよ。いや、あれ、何難しい顔してんの、朝っぱらから。当然のようにお前もメガネなんだな、ちとげ。だね。はあ、そりゃメガネくらいかけてるわよ。人として最低限の常識じゃない。常識つうか、竜たちもそうだったけどよ、なんでみんなしれっとメガネかけてるのが普通ですみたいな顔してやがるんだ。だいたい昨日までお前メガネなんてかけてなかっただろうが。はあ、何言ってんのよ、私人前でメガネ外したことなんてないわよ。そんなはしたないことできるわけないじゃない。え、いや、昨日までお前がメガネをかけたとこなんて見たことねえはずなんだが、どういうことだ、さっぱりわからねえ。さっぱりわからないのはこっちだってば。なんなの今日のあんた。もしかしてうちの連中もちとげも、それから町の人たちもみんなグルで、俺はドッキリでも仕掛けられてんのか。ちょっとどうしちゃったのよ、ラク。一人でブツブツ言っちゃって。なんかこういうドッキリやってみたいね。みんながさ、メガネかけてさ、なんかモニタリングっていう番組知ってる？そういうのでさ、あの急に街中で止まり出すみたいなあるじゃん、知ってる？それね、割と俺好きやんだわ。とにかくこんな茶番には付き合ってらんねえな。あ、そうだ、モニタリングでね、竹達さん出るらしいよ今度。そう、マジ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 ここで言うあれじゃないけど、え？ちとげのメガネを外す、自分のメガネを外す、さあどっちだうわー、自分のメガネを外したら、何あんた変なことしてんのよボーン。ちとげのメガネ外したら、何あんた変なことしてんのよボーン。同じじゃねえかよ。変な冗談はやめて、メガネなんて外しちゃえって。え、うおー、来たー。これあれだぞ、人前でパンツ脱がされた時と同じ感情だぞ。ほら、やっぱかけてない方がいいって。別にお前真面目な委員長キャラってわけでもねえし。キャー、ちょ、あんた何すんのよ。え、早く早くさえして。ほらほらほら、やっぱそうだ。もう、おい、このバカヘラモヤシ、女の子のメガネ勝手に剥ぎ取るなんてどういう神経してるのやばい、ラクは全然よ分かってないぞこれ。え、何かまずかったのか。当たり前でしょうが、このド変態。なんで殴られたんだ俺。ほんと最低、あんたがそんな恥知らずなやつだとは思わなかったわ。そりゃ楽、お前外でいきなりな、女の子のパンツなんて脱がしたらダメだよいくら偽物の恋人だからってやっていいことと悪いことの区別もつかないわけ。もう知らない、今日は一人で学校行くからついてこないで。おい、一体何がどうなってんだ。せめて殴った理由くらい説明してくれよ。うるさいスケベもやし、ちゃんと反省するまでもう口聞いてあげないんだから。理不尽極まりねえ。あー、まだ頬がヒリヒリすんぜ。バカ力が全力でぶん殴りやがって。しかし学校に来ても見渡す限りみんな当然のようにメガネ着用なんだな。ルリちゃんとシュウに関してはどうなんだ、最初からかけてるしな。わけわかんねえけど、とりあえず今日はメガネを外すのはご法度ってことなのか。あ、ちとげ怒ってるよまだ。えっとさっきのことだけどさ。ツーン、知らない変態もやしとなんて話したくないわ。ツーン、参ったな、完全にそっぽ向かれちまった。
こちとら全然わけわかんねえってのに。おいらくん、ちょっといいか。あ、二人は普通だ。おはよう、一条くん。おはよう、宮本。ああ、シュート宮本か。お前らのメガネは違和感ねえな。うん、確かに。そりゃまあ、いつもメガネだからね、俺ら。その反応と頬のあざから察するに、一条くんもこの状況に違和感を持っているようね。あ、ということは、お前らはまともってことか。詳しくは屋上で話そうぜ。周りの連中には聞かれない方が良さそうだからな。なるほど。お前らも朝起きたら同じ状況だったわけだ。なるほどね。この二人は状況を把握したのかな。まだみんなでやっぱり情報交換中かな。よかった、俺以外に違和感を持ってる人間がいて。今朝からびっくりの連続だったわ。どこを向いてもメガネメガネメガネだらけ。テレビの中のリポーターとかも全員メガネだったからね。どんだけ影響力あったんだ、お玉の願いって。さっき歴史の教科書パラパラめくってみたんだけど、嘘？歴史上の人物まで全員メガネ姿なのよ。マジで？メガネっ子な聖徳太子とかチンギスハーンとか、シュールにも程があるよな。どんだけ、お玉歴史変えてんぞ。まるで世界中がメガネに支配されているみたい。ああ。メガネを外すイコール罪悪みたいな価値観に変わってるとしか思えない反応なのよね。間違いない。メガネを外すのは悪か。よくわかんないけど、人前でメガネを外すってのは人前で全裸になるくらい恥ずかしいって認識になったみたいだよ。こりゃ血とよを切れるわ。パンツどころの騒ぎじゃなかったなこれ。全裸だってよ。なるほどな。それで今朝俺は血とげにぶん殴られたわけだ。状況はなんとなく分かったが、そもそもなんでみんなそう思い込むようになっちまったんだ。俺たち3人だけは普段のままだっつうのに。今思えばもしかして昨日の神社のあれがまずかったのかな。あれ、ほら昨日さ、俺らあの古い社の前でメガネっ子萌えの話してたじゃん。してたね。その時俺、みんなメガネっ子になっちゃえばいいのにみたいなこと言ったんだよね。言ってたね。もしかしてあの時のつぶやきが神様に聞き届けられて、それでこんな事態になっちゃったんじゃないかなって。いくらなんでもそりゃないだろうし。まったくだわ。そんなバカみたいなつぶやきで世界が変わるとか、荒唐無稽にも程があるわよ。でもさ、こう考えると辻褄も合うんだよね。メガネだらけになった世の中に違和感を覚えているのは今のところ俺たち3人だけじゃん、うん、昨日あの社で願掛けをした3人だからこそ、周囲の価値観の変容から免れたとも考えられるよね。じゃあ何？あなたは自分の妄想が原因で世界がおかしくなったとでも言いたいわけ？バカバカしい。それこそが妄想そのものだわ。そうかな。ありえなくはない説だと思うんだけどな。ありえないわよ絶対。神様がいるというのなら、ぜひとも証拠を見せてもらいたいものだわ。ここでお玉登場だろうな。証拠ならここにおるよ。ほらね、やっぱりなんかさ、この二人この時点でちょっと夫婦感出てない？だからなんか出てるよね。あ、はい、来た。何この子、いつの間に。あれ、君もメガネをかけてないんだ。あ、本当だ。それ以前に耳やら尻尾やらが生えてるわよ。何これ、コスプレ？お玉、お前なんでこんなとこにいんだよ。そりゃまあ、わらは神出鬼没のお稲荷様じゃからな。わらわの存在を否定する無知な輩がおったから、こうして姿を現してやったまでじゃ。え、なになに、この子楽の何なの？ああ、本当は隠しとくつもりだったんだけど。隠し子、もうこの際しょうがねえ。実はな、小野寺との間にできちゃってよ。みたいなね。お稲荷様？お稲荷様で片付いちゃう。何、本当に神様だっていうの？あなた、正確にはまだ妖怪じゃ。一人前の仙子になるべく修行はしておる。見ておれ。お、怖っ。ちょっと待って、こんなことしたの初めてじゃん。怖っ。の？のじゃなくて。信じられない。でも
確かにこんなの人間技じゃないわね。お、神様否定派のルリちゃんもようやく信じてくれた？信じるも何も、目の前でこんなの見せられたら。ということは、このメガネワールドもあなたの仕業なの？そうじゃよ。人間の願いを叶えることがわらわにとって使命であり修行でもあるからな。お主らの願いも叶えてやったというわけじゃ。すごい、ちゃんと声がね、ルリちゃんだよ。ルリちゃんしてる。てかあれだね、お玉じゃないね、もう。世の中どこもかしこもメガネだらけ。世界中の人間をメガネなしでは羞恥心で耐えられぬ体にしてやったのじゃ。なんで余分なもんつけてんだよ。マジかよ。あ、そっか、そうすることによってメガネを強制的にかけさせるっていうことか。不器用なやつだな。マジで。もうなんかちょっとずれてんだよな。お前そんな力のある妖怪だったのか。すごいじゃろ、偉いじゃろ、感謝せえよ。わあはははは。わあじゃなくて。あ、もしもし、キツネちゃん。気持ちは嬉しいけどちょっとやりすぎじゃない？こんなにみんながみんなメガネっ子じゃさすがに意味ないよ。希少価値がなくなっちゃってる。そうか、たまにいるからいいのか。そういうことか。そうだよね、確かに。なんか よく見る写真とかで、大学生ね、大学生の写真でみんな茶髪のセミロングのみたいな、あーもう誰かわかんないみたいなね。あー、そうだよそうだよそうだよ。一人だけ髪型が違うからその子に目が行くし、一人だけ違うことしてるからその子に目が行くしみたいなね。あ、そうだよな。あ、ルリちゃんも唯一のメガネっ子だからね。あ、唯一じゃないか。まあ、うん、唯一じゃないけど唯一、まあ大体唯一がメインではね。うん、だから魅力的なんだよそこで。そうね、舞妓くんのたわごとはともかく、全ての人間がメガネをかけてる世の中なんて異常だわ。即刻元に戻してちょうだい。どうせ無理なんだろ。なんじゃお主ら、せっかくわらわが願いを叶えてやったというのにもうおしまいにするのか。当たり前だってろ、もともと俺たちはこんな世界になるのを望んじゃいねえんだから。やれやれ、人間というものは身勝手じゃの。いいからさっさと直せ。もう、じゃがの、そうせかしても急には元に戻らんぞ。え、まあ先ほどは余裕のようなことを言うたが、今回の願いはいかなわらわとて全力の神通力を注ぎ込まざるを得なかったからの。解除もそう簡単にはできん。それ相応の手順がいるの。手順？手順？なんだよそれ。簡単に言えば、願掛けの元になった欲望に自らの手で見切りをつけねばならぬということじゃよ。どういうことだ？シューがメガネっ子万歳っていうのをやめればいいってこと？煩悩を断ち切るとでも言えばいいのかの。煩悩を断ち切るか。この変な状況がメガネっ子好きって煩悩から生まれたものだとしたら、それを何とかすれば元に戻るってことね。ふむ、なかなか飲み込みが早いおなごじゃの。具体的に言えば、おのしらの周りの人間からメガネを剥ぎ取っていけばよい。ほう、なるほど。ただそれをやったらまたぶん殴られるんじゃないか。は？メガネを剥ぎ取る？なんだそりゃ。わらわはおのしらの周りの人間のメガネ姿を見たいという欲望を現実に変えたのじゃ。変えたね。さすればおのしらに近しい人間のメガネ姿をおのしら自身の手で元に戻してやることこそが煩悩を断ち切ることの証になるのじゃよ。なるほどな。一応理屈は分かったが。嘘嘘、理屈分かった全然分かんねえんだけど理屈が。でもそれって相当難しそうじゃない？まあ難しいね。全乱にするってことでしょ要するに。だってみんなメガネを外すことをめちゃめちゃ恥ずかしがってるじゃん。普通に頼んでも外してくれないよ。だよな、強引に外せば犯罪者扱いされるし。あ、そっか、お願いすればいいのか。なんだろうこの違和感ちなみにどのくらいの人たちのメガネを外せばいいの？4人ぐらいじゃない？そうじゃの。7人。だいたい7人分くらいのメガネを剥ぎ取れば煩悩は消え去るじゃろうな。つぐみ、小野寺、千棘、
立花、いなくない、いなくない、他に誰がいる、あと3人もいるよ。7人か、結構多いな。まあでもさ、キツネちゃん、俺たちに近しい人のメガネ外せばいいって言うなら、俺たち自身も数に含めていいわけ。おお、3人だ。ラク、ルリ、シュー。おお、すごい、3人だ。まあ良いだろうな。あくまで自分に近い人間のメガネならば誰でも良い。おお、じゃあ簡単じゃん。よし、なんとかなりそうな気がしてきたな。俺たちのメガネを3人分とすれば、残りはあと4人だ。よし、じゃあとりあえず俺たちだけでも外してみるか。そうね。おう、ん、まさか、ん、あれ、なんか恥ずかしいって思ってんじゃないこれ。あら、え、見て、シュウの顔、ルリちゃんもだ。ほっぺポってなってる。なんだろう、この底はかとない背徳感。おい、どうしたんだよラク、なんでお前メガネ外さねえの。舞子くんこそメガネを外す手が止まってるわよ。そういう宮本もな。ふむ、どうやらお主らにも徐々に願掛けの効果が現れてきたようじゃな。じゃあこのメガネを外すのが妙に恥ずかしい気がするのは、願掛けの効能が俺たち自身にも効いてきたってこと。あれ、やばいじゃんそれ。他の人のメガネを外すどころか、自分のすら外せなくなったら終わりだよ。どうなってるんだこれは。どうなるの。そうだよね、確かにいきなり人前で全裸になれって言ったら恥ずかしいもんだよな。そうね、頭では分かっているんだけど、そのこの絶妙に恥ずかしがってるルリちゃんのね、いいよ、ちょっと俺今楽しくなってきたよ。お主ら、願掛けの効果を消したいのなら早めに動いた方が良いぞ。日が沈む頃にはお主らも他の者と同様、メガネを外すことに周知心が耐えきれなくなるじゃろうて。タイムリミットは夕方までか。躊躇している時間はないな。よしラク、俺は思い切ってこいつを外せよ。じゃあ、お、意外に男らしいな、シュ。外した、やばい、別人だ。シュー、メガネかけてた方がいいな。ちょっと、舞子くん、何急に外してんの。何急に脱いでんのっていうニュアンスの言い方。いや、だってさ、しょうがないじゃん、場合が場合だし。分かってるわ、それは分かってるけど。じゃあ、早く、ルリちゃんも外そうよ、一緒に。これみんなちゃんとね、全裸っていうように変換すると楽しいよ。近寄らないで。メガネ外したまま近寄らないで。いいぞ、ルリちゃん、もっとやれ。逃げた。ルリちゃん、どう行くの。ちょっと待って、ルリちゃん逃げたぞ。私はしばらく、あなたたちとは別に行動させてもらうことにするわ。それじゃ。それじゃじゃなくて。ルリちゃん。宮本にしてみれば、目の前で急にシューが全裸になったようなもんってことか。そうだね、そうだね。逆に言えば、ルリちゃんもメガネ外したらお互いもうなんかね、すっぽりですよ、すっぽり。そうなんだろうけどさ、変態扱いされてるみたいで地味にきついな、それ。どう見ても喜んでるだろお前。どう見ても喜んでます、ありがとうございます。ラク、お前は。なってる、俺は逃げ出したりしねえって。しかし一旦恥ずかしいって思っちまうと、なかなか踏ん切りがつかねえな、これ。良いではないか。お主も男ならパーンと外してしまえばよい。男同士で何を遠慮することがある。いや、それ以前にお前が目の前にいるだろうが、幼女の前でズボンを下ろすような気分にはなれねえよ。犯罪ですねそれはね。ダメだぞそんなことした。ラク、あんま深く気にすんなって。それどうせ偽りの羞恥心なんだから。つってもな、お前ができないなら俺が外しちゃおうか。やべえぞ、なんかちょっといろんな、変換すると結構面白い会話だねこれ。え、だって
なーに、一旦外しちまえばすぐ慣れるって。ほら、頭こっち向けて。おい、やめろし、強引に外そうとすんな。これも世界を元に戻すためなんだってば。ためらってる時間がもったいないよ。いや、できるできる、自分でできるから。遠慮するなよ、肩の力抜けって。ラック一条くん、舞子くん、そろそろホームルームの時間。あー、やばい、見られた。小崎からすれば舞子くんが一条くんのパンツ下ろそうとしてる瞬間見ちゃったみたいな感じなんだね、これ。目はみ出てるから、もうわけわかんない状態になってるから。あ、小崎ちゃんピンクか。そうだね、ピンクの方が似合うね。え、あ、一条くんと舞子くんが抱き合ってお互いのメガネを外し合ってる。待って、抱き合ってるのかこれは。あ、おい、待て、オロデラ、お前は今多分とんでもない勘違いを。ごめんなさい一条くん、私二人がそんな関係だなんて知らなくて。ほら、やっぱりなんか BL 展開やってる。 BL 展開、ごめんねって感じなんだろうね、今。お幸せに。あ、そういうことか。おのでら、違うんだって。私は知らない、何も見てないよ。やばい、小崎の反応リアルすぎる。完璧に誤解されちゃったね。終わった、俺の高校生活は今終わった。大丈夫だって。ほら、このメガネの世界を元に戻せばきっと小野寺の誤解も解けるんじゃない。そうだな、もうその可能性にかけるしかねえ。なんとしてでもこの狂った世界を元に戻してやる、この俺の尊厳のためにも。おお、ラクが自らメガネを外した。俺はもう躊躇しねえ、周りの連中のメガネ剥ぎ取りまくってやるぜ。まあ意気込むのは結構じゃがのう、お主ら。一応メガネはつけたまま行動した方が良いぞ。はい、じゃあ今日はねこの辺で終わっておこうかね。多分ね、まだまだ続くと思いますんで。いやー、すごいことになってきたね。世界がメガネですよ。これがイッツメガネワールド。いやー、まあ今思えば俺含め見てるねリスナーちゃんたちもおそらくメガネの人多いんじゃない？じゃないかな。俺はそう思ってるんだけど、出会ったことある人もねメガネの子多いな。うん、多いね。そうだね、多いね。多いわ。やっぱメガネって、うん、なんもない。よし、次のパート行きます。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。